はい、こんにちは。車買取専門店 J バーカー支店でございます。今日はね、キャリートラックに見えますけども、こちらマツダのスクラムワゴンですね。 OEM で販売されている車になります。外装とかね、内装、まあそんなに悪くはないですね。距離も3万キロ台ですので、お買い得のお車になっておりますので、最後までね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。ではね、外装の方から見ていきたいと思います。じゃあね、車の方ね、見ていきたいと思います。まあそんなに、ね、ちょっとね、洗車する前にね、もうこういう欲しい人がおったら、ね、あれなんで、先にちょっとね、洗車する前に車をね、紹介していきます。ここちょっとね、へこみかな、少しちょっとへこみあります。線傷とかね、多分取れると思うんです、ある程度はね。ちょっと残るかもしれませんけども、はい。で、フォロがね、ついてます。で、フォロもなんかやり直したらしいんですよ、最近で。ここからもね、側面からも開けることができます。まあ後ろからも開けることができるんですけども、ただね、見た感じ本当に綺麗なフォロなんで、屋根のね、ルーフの上も、あの別にルーフってルーフじゃないね、なんていうの、上の部分も全然問題ないと思います。まあちょっと先に、ね、車ここがちょっとね、ぶつかってるんですよ。で、ちょっとこれ割れちゃってるね、車検の時は取り替えるようかもしれませんね。で、これちょっとひん曲がっちゃってるような状態ですね。で、こちらが別に特にね、傷は多いんですけどね、まあ水垢とか多いんだけど、ごめんなさい、ちょっとね、洗車後からしたらもう一回動画撮りたいとは思うんですけども、はい。で、7年のね、6月まで車検ございます。で、一応ルーフね、この、まあ、ちょっとキャリアがちょっと邪魔で、ね、見にくいとは思うんですけども、まあでも全然綺麗ですよね。まあ僕からすると洗車するのがめんどくさいんで外したいですけどね、まあちょっとその辺は考えて洗車してみたいと思います。じゃあね、なんかちょっとこの中ね、映したでも一回ちょっと外しますね。ちょっとね、フォローのね、開け方ってわけじゃないけど、ちょっと見てもらいましょうか。まあこのゴムがね、1本2本で、本来だったらここにも多分ゴムが落ちないゴムついてるんですけども、まあゴムちょっと向こうは欠品してるみたいなんで、で、両端のファスナー開けてもらって、ファスナーもね、まあまだやったばっかなんで、全然ほんと白で、この白なんか全然汚れてないしね、綺麗です。こんな感じで開きますね。まあ、ちょっとごめんなさい、これ上をこういうふうにどういうふうにするのか僕わからないんで、まあ、こういう状態になりますんで、じゃあ中のね、見ていきたいと思います。で、ね、中にね、入っていきたいと思います。で、まあ中はね、別にそんなにアホほどね、汚れたわけじゃないし、まあこういうフレームなんかも結構綺麗ですよね。まあ全然使ってないような状態だと思いますね。ちょっとなんで売ったのかっていうのは、ちょっと僕もね、業者さんからもらったんでわからないんですけども、まあ乗り換えなのか、まあ現車なのか、まあ結構ね、現車今最近するか、これ法人さんの車なんで、現車するかね、法人さん結構多いんで、まあそういう例かもしれませんけど、まあでも綺麗ですよ。はい。まあ中も全然ね、こんなのは全然洗ってないんでね、ゴムマットとかもね、ちょっと履き掃除だけしただけなんで、まあそういうの全然見た感じもね、綺麗だと思いますんで、まあ、フォローのこのね、このタイプのフォロー、まあちょっと低いけど、低いフォローのタイプだけど、まあ、これ探してるお客さんもおられたらね、大変お買い得だと思いますね。今やり替えたばかりですしね。まあ、ただちょっと何でしたっけ、車中泊するにはちょっと厳しいと。もう、今の現時点もね、こんな結構暑いですから、これで車中泊するのはちょっと厳しいと思います。まあまあ、ね、エアコンみたいな、仮設、ちょっと簡易的なエアコンとかあるじゃないですか。ああいうのを持ってるんだったらね、いいとは思いますけど、この中で寝るのはちょっとしんどいね。もうこんな今暑いですもん、ほんまに。ね、いう感じです。じゃあ、内装の方に行ってみたいと思います。じゃあね、車内の方ね、入っていきたいと思います。まあ、ドアトリムの方もね、こんな感じになります。まあ、そんな汚くないですよね。まあ、これ全然掃除しませんが、で、これはもう、パワーウィンドウありませんので、ね、自分の腕でパワーでやってください。で、車内もね、タバコはね、電子タバコは吸われてたみたいなんで、その、嫌なニコチンの匂いとかそういうのはしません。まあ、別に嫌ではないさ、なんか、これをね、開けた時に、その、電子タバコっていうの、加熱式タバコっていうの、ちょっと僕最近あれわからないんですけど、あれがいっぱい出てきたんで、はい。
で、オートマです。嬉しいオートマです。乗っててね、すごく乗りやすいですね。別に特に嫌な感じじゃないです。で距離が 35,463 キロかな。はい。で、エアコンね、今バリッバリ効いてます。寒いぐらいですね。はい。で、ライトレベライザーついてます。で、鍵はね、1本2本、なんだこれ、なんかえらいついてんな。なんか4本ついてますけど、これ全部は全部この車のなのかな。そういや、全然ランダムに今刺してたけど、わからないけどね。エアバッグ、さっき言ったっけ、エアバッグついてて、で、助手席にもエアバッグついてます。で、ETC ね、こちらの方もついてますんで。それと、なんかね、いっぱい、なんか変なものいっぱいあるんだけど、なんか、これも何のものなのかわからないんで、一応ね、ドライブレコーダーとかついて今ちょっとね、配線がなんか適当にやってたんで、これ見たらわかるでしょ、これ。本当はさ、これぐるっと下回して、ここね、ぐーっと回して、こう持ってくるもんなんだけど、これしてないんでね、まあちょっとこれは、まあ後でね、なんかちょっとやらなくちゃいけないかなと思いながらね、まあでもめんどくせえなと思いながら、まあ考えます。まあちょっとやるかどうかは、不明ですけどね。で、よいしょ。まあ、背中とかもね、綺麗ですしね。ほんとね、こういう車ってすごい汚いんですよ。この辺とかね、もうほっこりだらけでね。まあ、距離も乗ってないしね。21年だったかな、車がね、年式が。で、エンジン音がありますね。滑らかなエンジン音で、すごく綺麗なエンジン音になってます。綺麗でしょね。まあ、別に洗車しなくてもいいかなとは思うんだけど、まあ一応ね、洗車はある程度させていただいて、納車させていただきたいと思うんですけど、だこういうところがね、やっぱりね、少しテントとかにね、ポリッシャー当たっちゃうと跡がついちゃうから、あんまりしたくないんですけどね。まあ養生すればいいんだろうけど。よいしょ。助手席側です。助手席側は別に綺麗ですね。問題です。で、ダッシュボードとかもね、割れもないし、はい、すごい綺麗だと思う。ハンドルとかもね、擦れもないし、シフトノブもね、別になんかベタベタとかね、極端にはしてないんで、はい。で、エンジンです。エンジン本体こちらですね。まあ、K6A だと思いますんで、はい。オイル交換ね、しっかりしていただいて、しっかりメンテナンスしていただければ、全然ね、これからも、20万キロ、25万キロぐらい乗れるんじゃないかな。乗り方次第ですよ。乗り方っていうか、乗り方とあと整備ね、その整備しっかりしてもらえたらね、全然乗れると思いますんで、いう感じです。これ内装ですね。はい。で、僕はね、別に特にあんまり関係ないですけど、こんな感じでこういうところも綺麗にねなってます。はい。まあ車両紹介以上です。じゃあね、今日はね、スクラムトラックです。KC のスペシャルだったかな？ちょっとそんなような名前だったような気がするけど、KC のスペシャル違う車だったかな？ごめんなさい。もうね、急遽ちょっと撮ろうと思って、今、パッとね、携帯で今撮っちゃってるんですけども。まあ、これ持って、まあ、なんていうかな、買い取りさせてもらった業者さんの方もね、いや、これええで、とかね、まあ、大絶賛してましたね。じゃあ買ってとか言ったんですけどね、まあ、それは嫌だとか言われてますけど、まあね、軽貨物するのもいいでしょうしね、まあ、車中泊するのにね、簡易的なエアコンとかあるじゃないですか、ポータブル電源持ってね、ああいうの持ってる方だったらね、別にいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、防犯的にどうなのかなと思いますけどね、はい、まあ、軽貨物される方にはちょうどいいんじゃないかな、うん、すごく、あと仕事ね、ちっちゃなものとかね、乗っけて、職人さんとかね、こういうのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、おすすめだと思いますんで、ご検討のね、一台にしてもらえればと思っております。まあ、オートマなんでね、運転も楽ですから、ぜひともね、一回、お車で見に来ていただければと思います。さあね、この動画少しでもね、よかったら、いいねボタンの方お願いいたします。また、チャンネル登録の方ね、していただけたら、大変ありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。あとね、広告の方もね、いっぱい見てください。よろしくお願いいたします。さらに、車買い取り専門店、J ボーイ明石店です。兵庫県神戸市西区玉津町、新報214番地の1です。
JR 明石駅から徒歩20分ぐらいですけども、前もって言っていただけましたね、お迎えの方上がりますんでね、何時頃着くよとかね、そういうのね前もって言ってください。まあ、今日もねちょっと一緒にキャンセルねされたお客様おるんで、ね、ちょっとそういうのは、ね、やめてほしいんです。今日なんか特にね、僕お休みの日でね、もう来店しますからっていうのでね、待ってたらこういうで、ね、すっぽかされたんでね、ちょっとそういうの一番ね頭くるんでやめてほしいので、ね、せっかくの一日が台無しになってしまいましたんでお願いいたします。まあ毎日がね休みみたいなもんなんですけどね。あとね電話番号 078-939-3070 になりますので、ね、よろしくお願いします。また加瀬座さんのね掲載ページからフリータイルもありますね、そちらからのお電話も、お待ちしております。よろしくお願いします。こちら、最後まで、ね、ご視聴の方ありがとうございます。いつもありがとうございます。失礼いたします。